皆さんこんばんは、ニュー AOJ751 です。今日はですね、僕がおすすめする 48YouTuber のチャンネルのご紹介をしたいと思いますね。いや、なんか一回もねこういうのやったことがないですよ。で、一応一人は動画の方で紹介したんですけども、まだね紹介しない人がいるので、とりあえずね2名ほどご紹介したいと思います。まずはね、皆さん知ってるだろうと思いますけども、ゆきりんワールドさん。はい、彼女の、動画についてなんですけども、主にねたまに愚痴っている動画とかも、そうなんだけども、例えば食べる系とか歌ってみた系とか、あとはそのやっぱ AKB をやっていらっしゃるので、コンサート映像の裏側とか、そういった動画をね出しております。で、僕がね特にゆきりんさんで一番好きな動画はですね、まず1個コメントパトロールで、2つ目がなんか食べ物をひたすら食べて、語る的な、喋る動画ですね。やっぱりゆきりんさんのそういうトーク力がすごい面白いのと、やっぱりちょっと笑いがありますね。いろいろその S さんっていうスタッフさんとこう会話をするっていう、流れでいいなと思ったのがゆきりんさんのチャンネル。あと俺がねプロポーズしたい人でもあります。で、2つ目、こちらがね皆さん知ってるかわからないんですけども、 AKB48 の千葉エリのエリーデゴチャンネルさんですね。この子は今の久しぶりのリップグロスのセンターを務めている子で、結構ねそのいうメイク系動画とか、オムライスを作る動画とか、あとツインテールの巻き方系とかね、エイリーちゃんがツインテールをリップグロスやってるんですけど、それのねどうやったツインテールをやってるかの動画とかを主に出してるということでね、エイリーちゃんは本当に可愛らしいんですけども、天然さもあってすごい面白い子であります。この子もね、チャンネルもやってるし、あと飲み比べ動画とかもねやってるんで、ぜひね見てほしいです。はい、ということで、ちょっと充電の方もちょっとやばいので、今日終わるんですけどもね、この2人のチャンネルをね、下に貼っておきますので、僕ちょっと YouTube の方でご紹介したくてやりました。それではね、気になった方は見てみてください。ということで、次の動画でお会いしましょう。さよなら。